回は大好評の我が家の土日の食卓シリーズ第30弾をお届けしようと思うんですけれども、その前に嬉しいお知らせが一つあります。なんとこの度じゃん、ラディッシュ坊やさんとコラボさせていただいて、そそせチャンネル×ラディッシュ坊やさんのコラボセットの販売が決まりました。イエイ、ありがとうございます。インスタの報告とかで見かけたことある方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ラディッシュ坊やさんの説明を簡単にさせていただくと、自宅に新鮮で美味しい旬の野菜を届けてくれるサービスとなっております。それがね、普通の野菜だけでなく訳ありの野菜、例えば形や大きさが不揃いで見た目が悪いものや、豊作豊漁なので捨てられてしまう食材、そういったもったいない食材も含めて提供してくれるので、食べるだけでフードロスの削減や生産者さんの応援につながるサービスとなっております。しかも全て有機低農薬野菜で、独自の厳しい基準を満たしているので、シンプルな味付けでも野菜がめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、今回の土日ご飯でその野菜をたくさん使ったレシピを紹介しているので、まずは動画を見ていただけたらなと思います。もう本当にね、野菜が美味しすぎて子供たちもバクバク食べてくれるので、我が家先日リアル入会しちゃったぐらい気に入っているので、そのね、野菜の新鮮さに注目しながら見ていただけたらなと思います。それでは早速スタート。はい、早速我が家の土日の食卓シリーズ第30弾始めていきます。まずは土曜日の朝ごはんからいきたいと思います。ご飯を炊飯予約していたので、今朝はお茶漬けにしようと思います。寒い朝はお茶漬けに限ります。お茶漬けの素を振りかけて、子供たちは昆布、私は梅干しをのせます。我が家は毎朝フルーツは欠かせません。今朝はみかんとバナナです。ついに重い腰を上げて三男坊の離乳食も始めました。離乳食動画もまた配信したいなと思っております。今まであんまり気にしてなかったんですけど、離乳食が始まってできるだけ子供たちに安心安全なものを食べさせたいと思うようになりました。ウォーターサーバーでお湯を注いだらお茶漬けの完成です。ウォーターサーバーめっちゃ便利。はい、土曜日の朝ごはんはこんな感じになりました。三男坊も一丁前にダイニングチェアに座って、みんなで一緒にいただきます。我が家の息子たち、もう本当に朝はね、食べが悪いのでこの量で十分です。よいしょ、美味しいな。はい、続いて土曜日の昼ご飯です。お昼はラディッシュ坊やさんの平飼い卵を使って、フライパン一つでできる天津飯にしようと思います。ボウルに卵3個割り入れて、カニカマもほぐしながら入れていきます。この卵を卵かけご飯で食べるのもめっちゃおすすめです。最近ただでさえ卵高いのに、平飼い卵ってだけでスーパーで買うとめっちゃ高いですよね。塩コショウと牛乳を加えて混ぜ合わせます。フライパンにごま油を熱し、先ほどの卵液を流し入れます。混ぜながら真ん中に卵を寄せたら、半熟状態になるまで弱火で置いておきます。大皿にご飯を盛り、その上に卵をスライドさせます。キッチンペーパーでフライパンの汚れを軽く拭き取ったら、調味料を入れていきます。水 200cc、 4倍濃縮のめんつゆ大さじ2、砂糖大さじ1、片栗粉大さじ1、ごま油大さじ1/2、酢大さじ1/2を入れたら、しっかりと混ぜて火にかけます。あれば冷凍の無形枝豆やグリーンピースを入れると色味が綺麗です。とろみがついてきたら、天津飯の餡の完成です。続いてサラダのドレッシングを作ります。ラディッシュ坊やの野菜ブイヨン1袋に酢大さじ1弱とごま油大さじ1を混ぜ合わせます。このチャイルドリーフはベビーリーフが育ちすぎてしまったものなんですけど、柔らかいし、このドレッシングともめっちゃ合います。前日の残りのわかめスープを温めて、天津飯の餡をかけたら、お昼ご飯の完成です。はい、土曜日のお昼はこんな感じになりました。手が込んでそうに見えるけど、フライパン一つでできちゃう楽ちんメニューです。お兄ちゃんが天津飯を気に入って何回もおかわりしてくれました。はい、続いて土曜日の夜ご飯です。夜はピーマンの肉詰めにしようと思います。玉ねぎをみじん切りにして耐熱容器に入れ、ふわっとラップをかけて3分ほどチンします。ピーマンを縦に半分に切って種を取っていきます。そしてパン粉に牛乳を浸しておきます。ボウルに合いびきミンチ、チンして粗熱を取った玉ねぎのみじん切り、卵、牛乳に浸したパン粉、塩コショウと醤油を加えて、手でしっかりとこねていきます。ハンバーグの種がポロンと落ちないように、ピーマンに小麦粉をまぶしてはたいておきます。ハンバーグの種を詰めていきます。はい、こんな感じでピーマンの肉詰めの下準備ができました。今日のお汁はマカロニ入りのカレースープを作っていこうと思います。玉ねぎと人参が柔らかくなったらコンソメ、今回はラディッシュ坊やのチキンブイヨンを使いました。
あとカレールーと塩で味を整えます。ピーマンの肉詰めの付け合わせにラディッシュ坊やの人参とレンコンをソテーにしようと思います。これほんまに訳ありっていうぐらい見た目も普通に綺麗ですよね。直売所や道の駅などに行って新鮮な野菜を買いたいけどなかなか行けないのが現状ですよね。人参は皮ごとスティック状に切ってラップをしレンジで3分チンしておきます。レンコンはそのまま焼くので皮ごと1センチ幅ぐらいに切っておきます。ラディッシュ坊やの野菜は有機低農薬野菜なので皮ごと美味しく食べられるのも嬉しいポイントです。はい、準備ができたらあとはオリーブオイルを熱したフライパンで両面じっくり焼いていきます。まずこの人参、噂には聞いてたんですけどもうほんまに砂糖かけたっていうぐらい甘くて味が濃くてめっちゃ美味しかったです。そしてレンコン、我が家ちょうど先月届いた時にもともと買ってたレンコンが冷蔵庫にあったので2つ一緒に焼いて食べ比べしたら全然味が違う。シンプルに塩で味付けただけなのにもうめちゃくちゃ美味しいんです。食べる少し前にスープにマカロニを加えます。スープの量によって変わってくるんですけど我が家はカレールー2ブロック入れました。最後にピーマンの肉詰めを焼いていきます。焼き色がついたらひっくり返します。酒を回し入れて蓋をし中火で中までじっくり火を通します。美味しそうに焼き上がりました。ソースとケチャップを混ぜ合わせてピーマンの肉詰めにかけたら完成です。はい、土曜日の夜ご飯はこんな感じになりました。みんなあんまりお腹空いてないっていうからちょっとずつ持ったんですけど全員がピーマンの肉詰めも野菜もご飯もおかわりしてました。いただきます。いただきます。じゃあ見たんな。チーチーも大きくなった。こんなに食べれるね。どう、美味しい？ハンバーグとピーマン合う。合うな。どう、せいちゃんピーマン嫌い克服した？昨日から告白してる。昨日？昨日？このさ、人参もレンコンも皮ごと食べれるね。塩でしか味付けてないけどめっちゃ美味しくない？めっちゃうまい。キイチも食べたいん。僕もくれーよと。はい、続いて日曜日の朝ごはんです。食パンを買っていたので今朝はジャムロールパンにしようと思います。5枚切りの食パンをスライスして耳をカットしていきます。ハムとスライスチーズをロールしても美味しいんですけど今回はなかったのでブルーベリージャムといちごジャムの2種類作ろうと思います。食パンに塗っていきます。ラップの上でくるくる巻いて両サイドをキャンディー状に包みます。はい、こんな感じになりました。続いて果物を切っていきます。リンゴはリンゴでもいろんな種類があると思うんですけど今美味しいものを厳選して送ってくれるラディッシュ坊やさんのリンゴは切っただけですごい甘い匂いがしてきました。変色しないように塩水につけておきます。いただき物のいちごもあったので一人一粒ずつ食べようと思います。そしてフライパンにバターを熱しカットした食パンの耳をカリッと焼いていきます。こんがり焼き色がついたら最後にグラニュー糖を振りかけ食パンの耳ラスクの完成です。素朴だけど美味しいやつですよね。ロールジャムパンもカットしてお皿に盛り付けたら朝ごはんの完成です。はい、日曜日の朝ごはんはこんな感じになりました。このロールジャムパン手にもつかないし小さいお子さんでも食べやすいのでおすすめです。食パンの耳ラスクみんなで取り合いでした。今日も三男坊も一緒に朝ごはん食べました。はい、続いて日曜日のお昼ご飯です。午前中、夫が長男と次男を公園に連れて行ってくれてたので、その間に炊飯器でできる簡単チキンピラフを仕込んでおこうと思います。お米2合を洗って水を切っておきます。油を熱したフライパンで鶏もも肉の皮を下にして焼いていきます。両面に塩コショウを振りかけます。こんがりと焼き色がついたら火を止めます。炊飯器で炊くので中は生のままでも大丈夫です。ピラフの具材、玉ねぎと人参をみじん切りにしていきます。お米2合を洗った炊飯器に塩小さじ 1/2、 コンソメ小さじ2、酒一回しを入れて2合の目盛りより少なめのところまで水を入れます。みじん切りにした玉ねぎと人参、あればコーンと冷凍の枝豆も乗せて最後に焼いた鶏肉を油ごと入れます。
鶏の旨味が出た油を入れるので2合の目盛りより少なめの水にしておかないとべちゃべちゃのご飯になります。あとは三男坊とのんびりしながら炊き上がるのを待つだけです。はい、いい感じに炊き上がりました。鶏肉は食べやすく切って最後にトッピングするので別のお皿に避けておきます。トマト、チンしたブロッコリー、昨日のカレースープの残りと一緒にワンプレートに盛り付けたらチキンピラフプレートの完成です。はい、日曜日のお昼ご飯はこんな感じでした。最後、日曜日の夜ご飯です。かぼちゃの煮物を作ります。これもラディッシュ坊やさんのかぼちゃなんですけれども、こだわった丁寧な栽培方法で育てられており、旨味と甘みたっぷりのかぼちゃなんです。スプーンで種をそぎ取ったら一口大にカットしていきます。こちらの作り置き動画でも紹介したんですけれども、かぼちゃの入った鍋に水 400ml、 砂糖大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1、だしの粉末を適量加えて火にかけます。落とし蓋をして爪楊枝がスーッと入るまで炊いていきます。夜は炊き込みご飯にしようと思います。具材を切っていきます。ラディッシュ坊やさんのこの油揚げ、手揚げ風油揚げって書いてるだけあってすごいどっしりしてて美味しいんです。今日はツナを使った炊き込みご飯にします。お米2合を洗って水を切った炊飯釜に、だしの粉末小さじ2、塩小さじ1/3、醤油大さじ1、酒、みりんを大さじ2ずつ入れて、2合の目盛りまで水を加え、具材を上に広げたらスイッチオンします。このラディッシュ坊やさんのツナフレーク、液切り不要なので、炊き込みご飯に使う時も、サラダに使う時も、すごく使い勝手がいいです。このピクルスの素を使って、ピクルスもつけておこうと思います。冷蔵庫にあった野菜をスティック状に切っていきます。ラディッシュ坊やさんと笹瀬チャンネルのコラボ試しセットには、この紅くるり大根といって赤い大根も入ってるんですけど、これがね、生で食べてもめっちゃ美味しいんですよ。赤い大根、美味しい。美味しい。うん、昨日ソテーにしたレンコンも少し余ってたのでピクルスにしようと思います。レンコンは1分ほど茹でておきます。はい、こんな感じでね、冷蔵庫にあるもの何でもいいので、この野菜何でもピクルスの素に漬け込むだけで美味しいピクルスが出来上がります。しかもこのジップロックが自立するので冷蔵庫にも入れやすくて本当に便利です。今日のメインはチンゲン菜と豚肉と卵のオイスターソース炒めにしようと思います。チンゲン菜を洗ってザクザク切っていきます。コラボセットに入っているこのアワビだけもコリコリで美味しいので一緒に炒めていきます。手で大きめに裂いていきます。そして卵を研いでおきます。今回3個研いだんですけど、ちょっと少なく感じたので4個でもいいと思います。合わせ調味料を作っておきます。砂糖小さじ1、醤油大さじ1/2、酒大さじ1、オイスターソース大さじ1を混ぜ合わせます。ごま油を熱したフライパンで豚バラ肉を炒めます。塩コショウを軽く振っておきます。お肉の色が変わったらチンゲン菜とアワビだけも加えて酒を回し入れて蓋をします。火が通ったら一度別の容器に移しておきます。キッチンペーパーでフライパンをさっと拭いて、もう一度油を敷き卵を流し入れます。卵が半熟状態になったら先ほど炒めた具材を加え、合わせ調味料を回し入れて混ぜたら完成です。甘めの味付けで子供たちも気に入っていました。わかめと豆腐の味噌汁も作っていたので温めて、炊き込みご飯を茶碗に盛ったら完成です。はい、日曜日の夜ご飯はこんな感じになりました。なんか品数少ないなと思ったら、漬けていたピクルスを出すのを忘れていました。我が家の息子たち、椎茸が苦手なんですけど、このアワビタケは全然キノコの臭みとかがなくて、味も食感も気に入って取り合いになってたぐらいです。ピクルスも酸っぱすぎず美味しかったです。このピクルスに漬け込んで残った酢は鶏の照り煮やマリネなんかにも使えます。はい、というわけで今回ラディッシュ坊やさんとコラボさせていただいたんですけれども、このさっさせチャンネル×ラディッシュ坊やさんのコラボセットの内容を改めて紹介していきたいと思います。こんな感じで段ボールで届きます。一品一品出していきます。チャイルドリーフ小松菜、チンゲン菜、ラディッシュ坊やのこだわりリンゴ、紅くるり大根、こだわりかぼちゃ、不揃い人参、ステーキレンコン、黒あわびだけ、しめじくくん、野菜なんでもピクルスの素、ひらがい卵、油揚げ、簡単ツナフレーク、人気ブイヨン3種セットと美味しいお塩、そして一番美味しい食べ方レシピがたくさん入っています。プレゼントで入っているしめじくくんというのは、カット済みブナしめじを生産する際に生まれるもので、これまではいつも捨てられていたものなんです。
細かく刻んでオムレツやハンバーグに入れても美味しいんですけど、こうやってシンプルにバター醤油ソテーにしても美味しいので、これぞフードロスの削減ですよね。なんとこれだけ入って4800円相当が送料無料の1980円となっております。単品で購入した場合の合計額と比べるとなんと 58% オフとなっております。めちゃくちゃお得。スーパーで有機野菜買おうと思ったら結構するじゃないですか。まず卵だけでも最近めっちゃ高いのに、それをね家まで届けてくれてこの値段ってどういうことって感じなんですけれども、もう本当にお得すぎるので、こちらは期間限定、数量限定となっております。ちなみにこのセットは買い切りのお試しセットですので、自動で定期入会にならないのでご安心ください。もしこのセットを試していただいて、私みたいに気に入って入会しようと思ってくださった場合も、入会金、初年度年会費、解約金もかからないし、毎週頼まなくても頼んだ分だけお金がかかるシステムですので、本当にネットスーパー感覚でご利用いただけるんじゃないかなと思います。私もねスーパーに行ったら毎回手に取る野菜は似たようなものになりがちなので、こうやって週に一度新鮮で美味しい旬の野菜が届いたら、これ使ってあれ作ろうこれ作ろうって料理のマンネリも防げますし、食材の保存方法やレシピもついているのですごい勉強にもなります。何よりもフードロスの削減だったり農家さんの応援にもつながるので、もうマジでね冒頭でもお話しした通り PR 関係なく先日入会しました。もともと私道の駅とかでその土地で育った珍しい野菜とかを買うのが好きなので、今後ラディッシュ坊やさんからどんな野菜が届くのかめっちゃ楽しみです。あと我が家の三男坊も離乳食が始まっているので、ラディッシュ坊やさんの安心安全な旬の食材をたくさん食べさせてあげたいなと思います。まあ、皆さんはとりあえず一度このお得なお試しセットを試していただけたらなと思いますので、この機会にぜひチェックしてみてください。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てねー。